トライデニスはリトアニア大公でドイツ騎士団やハール・イチ・ボルイーニ大公国に対する不屈の闘争を行った。敵側からは猛獣というあだ名を得ている。リトアニア大公国の国境線を著しく拡大させたが送り込まれた暗殺者によって非合の死を遂げた。トライデニスの出自は正確には知られていない。2、3番目に編集された。 ベラルーシリトアニア年代記の伝説によると、トライデニスは、ロマナスの息子で、ナリマンタス、ダウマンタス、オルシャン、ギエドリウスの兄がいた。ドボルニチェンコは、トライデニスをゲディミナス朝以前のスキルマンタスの息子だとみなしている。この時期のトライデニスに関してはあまりにも少ない。おそらくは、ミンダウカス統治下の時代には未だハールイチボルイーに、対抗国との戦闘に参加しており、 年代期もまた、この時の戦闘でトライデニスの兄が戦死したと言及している。1268年以降は、父が年をいったことから、その代官であった可能性がある。1270年に、リトアニア大公の地位についたトライデニスは、分離しようと試みたナバフルダク、ガラドク、ポラツクの諸公国と戦うことで、積極的な内外政策を行った。 ナリシアの公であったポリュスとスクシェがトライデニスの元から逃れてドイツ騎士団の元に亡命したことは知られている。対外政策の最初の段階は国境線を広げると同時にドイツ騎士団やハール一ボルイに対抗国から広告を守ることを務めることに確定づけた。百七十三年にトライデニスはスドビア出身のヨトビングの公である コマンタスによる、おそらくは、ノブゴロド公国あるいは、ゴロデッツ公国が統治していたであろう。ヘウムノに対する遠征軍を援助した。ドイツ騎士団の翌扱に置かれていた、ヨトビング人とプロイセン人の一部はリトアニアに逃亡した。トライデニスの時代にスロニムのプロイセン人の数が増えた、ことは知られている。1274年に、トライデニスは、 ハール一ボルイーニ対抗レーブダヌイーロビチに属していたドロヒチンにドルジーナを派遣した。都市は占領されて新兵は住民を多かれ少なかれ殺害した。この時からトライデニスとレーフは自ら互いに贈り物を送ることで最大限の友好関係を築いた。これが真実か否か、そしてこのようなトライデニスの行動をどう説明できるのかがわからない。 1275年に、レイフは、タタールのモンケテムルに、リトアニアに対する援助を請うことで、ドロヒチン占領の報復をしようとした。モンケテムルは、レイブのもとにヤグルチンを司令官とする軍を送り、ブリャンスク港ロマン、スモレンスク港、グレプ、トゥーロフ及びピンスクの諸港は、リトアニアへの遠征軍の、配下に入ることを余儀なくされた。しかしながら、 遠征軍は意見のフィッチが起きたことから、ナバフルダグ周辺に到達しただけでリトアニアを去った。1277年に、トライデニスはディナベル号を包囲して、同都市を征服するために4つの巨大な工場等とバリスタを使用した。軍勢には、ルーシ人、おそらくは、ポラツク人の休兵部隊を含んでいた。なぜならば、ノブゴロドの白樺文書は、 ボラツクに集中した軍勢について伝えているからである。包囲は4週間続いたが陥落しなかった。なぜならば、この時期ハール・イチ・タタールによるモシュニノから、リトアニア国境への定期的な侵入が始まったからで、ある。このハール・イチ・タタールの遠征軍は参加者の意見の不一致から失敗に終わった。1278年の終わりに、トライ・デニスは兄弟で、 自身の大官であったシルプティスオ軍隊をつけて、マゾフシェ、ポーランド東部と戦っている、ヨトビング人のもとに援軍として派遣し、軍勢はルブリン一帯まで達した。マゾフシェのほとんどが災害をこむった。マゾフシェ公は、ドイツ騎士団との関係を絶ったことにより、トライデニスとの和平を交うた。ケルナベのコーチの要塞跡。だが、同年末には、リボニア騎士団が、 リトアニアの奥まで攻め入り、1279年1月に、ケルナベを包囲した。騎士団の年代記は、ケルナベのことを、トライデニスの土地の都市内市は、トライデニスの都市と述べていることから何人かの研究者は、当時、ケルナバは、リトアニア大公国の首都であったか、トライデニスが大公として君臨する都市として、統治していたとみなしている。しかしこの考えは、 根拠が唯一かつ情報が曖昧であることから、正確ではあるまい。面白いことに、現在におけるケルナベの12世紀の層の考古学の発掘によると、今のところスラブ人ないしキリスト教徒による人意構造があるだけである。ケルナベの包囲は遅延し、2月には、リボニア騎士団は、同都市の周囲を荒らして、リボニアに引き上げた。トライデニズは軍勢を招集して、リボニア騎士団を追跡し、 1279年3月5日に、アジクラークレで追いついた。戦闘が始まった時には、リボニア騎士団の一部は交代し始めていた。当初はどちらかが優勢というわけではなかったが、ある瞬間に、リトアニア軍は逃亡する素振りを見せた。リボニア騎士団の一部、すなわち、デンマーク人部隊は、配送軍を追撃し始めたが追いつくことができずに、自軍に戻ることに決めた。 デンマーク人部隊が戦場に戻った時には残されたリボニア騎士団は叩きのめされていた。デンマーク人部隊自体も罠にはまり、その大部分が殲滅された。この戦いでリボニア騎士団の総長と71人の団員が討ち取られ、生き延びた騎士や命を免れた戦士はいなかった。アジクラークレの勝利は、同年のマゾフシェトの和平及び同盟を確固たるものにした。 マゾフシェコーボレスワフ2世はトライデニスの娘であるガウデムンだと結婚した。新たな同盟はドイツ騎士団及びポーランドに矛先を向けた。マチエストリコフスキーはこの年までにトライデニスとマゾフシェの二重の婚姻がなされたとみなしている。1280年にトライデニスは最終的にアウクシュタイティアを併合した。1281年にトライデニスは エリスカ地区を掌握して、ダウガフスピルをリボニアから孤立させて、エリスカと引き換えに、ダウガフスピルをリボニア騎士団から割上させた。1282年にトライデニスはストマンダスとギルドゼラという二人の傭兵に殺害され、両人はその後にドイツ騎士団領に逃げた。二人はナリシア公の一人でリトアニアを追われて、カトリックを受け入れて、 ドイツ騎士団による対リトアニア戦に参加したポリュスによって密かに送り込まれた憶測がある。他方、その他の歴史上の資料によると、トライデニスは自身の兄弟で後にリトアニア大公となったダウマンタスが派遣した6人の刺客によって殺された。その後に、ダウマンタスはトライデニスの息子であるリマンタス内シ、ラビリシェムによって殺害された。A.B. ありがとうございます。